伊藤病院は東京・原宿にある病院であり、甲状腺疾患の診療を専門としている。1日平均約1200人が外来診療を年間に延べ約2500人が入院診療を受けている。名古屋には2004年に開設された部員、名古屋甲状腺診療所には札幌市に札幌甲状腺診療所が開設されている。 伊藤病院が診療している疾患の内訳は、バセドウ病が約3割、橋本病が約2割を占めており、甲状腺癌が約5.5%などとなっている。伊藤病院1937年、渋谷区温殿に開設された診療所伊藤医院を始まりとする。1939年には、道原宿の表参道沿いである現在地に伊藤病院を開業した。 院長、伊藤院のものとで診療を行っていたが、太平洋戦争末期の1945年5月、アメリカ軍による東京大空襲によって、病院を消失した。病院は山梨県川口湖に疎開し、敗戦後の同年11月には東京に戻って、品川区武蔵小山に病院を再開した。1959年には分院を設置して、 原宿での診療も再開、翌年には、武蔵小山の病院を閉鎖、統合して、再び、原宿を拠点とした。1995年、老朽化等による病院建て替えのために、目黒区大橋に臨時移転、同地にて、約2年間診療の後、原宿の新病院を1997年10月に、竣工している。 AB 伊藤病院紹介伊藤病院紹介平成20年12月名古屋工場線診療所診療所のウェブサイト平成30年1月15日閲覧伊藤病院グループのウェブサイト平成30年1月15日閲覧札幌工場線診療所診療所のウェブサイト平成30年1月15日閲覧 ABCDEF 等院の歴史伊藤病院のウェブサイト 平成23年5月8日閲覧、ありがとうございます。